こんばんは、ドクターネックスです。本日2022年12月16日から中旬ガチャがやってきております。クリスマスガチャドリームパレードで、まずはパックの購入からいきましょう。今回はヨルイさんかハリブレ様か出たら終了です。まあ出ないですね。確か 6% ぐらいの確率ですから、出たらガチャ引かなくていいレベルですからね。さあ、これですね。星5確定ガチャチケット。クリスマス2022。6% ですね。まあ当たんないっす。2体で 12% ですけど、まあ出ません。頭きた！もう逃げられないわよ！知ってた。さあ、じゃあ1体出るまでいきましょう。もう10連で出てください。もうサクッと、しかない。20連で壁にしてあげよう。20連でおしまい。久々に上あ上、下、下、左、右、左、右、バツ。違う、ここじゃない。ここだ。上、下、下、左、右、左、右、バツ。カモン、ハリベル様。あ、来たわ。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。何がお疲れや。ひどいんじゃないの ?30 連まで。ひどくない確率。いや確率おかしいでしょ。はい。確定枠。ここで2枚来たら、ハリベル、許し来たら、まあ許せるよ。今日はとことん楽しむわよ。年に一度のクリスマスなんだから。ゆっくりめに、2枚抜きがね、来ますから。ここです。シュパン。とことん。君たちに教えてあげよう。完璧なクリスマスプレゼントというものを。うん、あのピックアップ外ですよねこれね。そのただけどクリスマスっていうね、このクリスマスダイルの演出結構いいんですけどね。ランギグザイル、今日はとことん楽しみ。あー辛い。いい子にしてたみんなには私からプレゼントをあげますね。ちゃうね、新キャラだけやね欲しいのは。ああ引きたくないよ。ひなのり、確率的にもう一体は、もう一体は来るでしょう。ここだ、ここで来よう。うん、これで確率通りですね。いい子にしてたみんなには私からプレゼントをあげますね。厳しい。このガチャそんなに引きたくない。お菓子くれないやつにはいたずらしてもいいんだろう。確率外だからまだ来るよね。そうだ、ハルハルリリ、
わしはウェコムンドの王、わしは神、永久に死なぬ。初期よね。まだもう一個来るよ。俺の魔法は誰かを守るためにあるんだ。それはお任せください。トナカイの役目果たしてみせます。もう意味がわからん。ここで4枚とか意味がわからん。意味がわからん。そういう本は入ってんだっけ。霊玉がなくなる。メリークリスマス。良い子のみんなはどこかな。数少ない今回のレベルマじゃないけど、織姫とキスガヤはレベルマではないけれども、いや別に求めてないっす。あーきついよー。俺が見てないだけで出てるとかないかな。俺の魔法は誰かを守るためにあるんだ。足細いちご。この辺2枚抜きがね来るから。レグがない。確率はなんかよくわかんない。いい子にしてたみんなには私からプレゼントをあげますね。君の研究はもう終えてるんだよ。そりゃ来ねえよ。さあ試した弾を受け取るか。おお1500まで回復した。確定枠頼む。2枚抜き。ハリベル夜1、2枚抜き。悪い子には私が、良い子にはマユリ様がプレゼントを届ける手はずになっています。これだから、えネーム入ってたっけ。これ確率じゃその他じゃない。七尾ちゃんは確か入ったはず。なんか間違って出てないかな。あー間違って出てないね。厳しい。クリスマスは特別な日ですから楽しみましょう。いやーマジっす。この世界のすべてに平和の祈りを捧げよう。ヨルシさんもここで、ここで出ちゃいましょう。出ない。ビッグアップはいつでしたか。年内だと嬉しいな。よし、年内に揃えられる。これなら我慢しよう。まあ、ジオもね通常型に使えるし、こっちのピックいきます。
しんどいわ。160連後半確率バグってる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 160連で16体なんで 10%? すげえな。 合ってるな。こっからだからね。獅子16。はい、とりあえずハイベル様の方が体力最大じゃっけ。あはは、ま、今回ここで勘弁してください。これでちょっとね、ヨルイさんを引く元気はないっす。しかも、ウルキのピックはいつですか？24日から。24日からウルキピック、27日に、夜一さんピック。指名もしとこう。プレソルアップ予定のファイルで27日が、夜1、24日がブルキで、お月の、新年。あー厳しい。さ、まあ今回は160連でようやくハリベル様一体でした。今回はここまで。とりあえず年末にヨルイさんがピックアップ来るんで、年越しはコンプの状態で迎えたいと思います。今回はここまで。あー霊力が。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。